シーサイドドライブインでモーニングをいただいた後は本部町までやってきた。美ら海水族館の近くにちょっと変わったドライブインがあるというので今回訪問してみよう。沖縄特有の赤瓦にアメリカンな雰囲気のある看板が印象的なドライブインだ。しかし残念ながら定休日だった。お店のホームページにも木曜日定休と書いてあるので完全に私のリサーチ不足だ。はい、ハワイドライブインに来ましたが、なんと定休日ということで残念ながらいただけなかった。とりあえず海に行きました。綺麗ですね。ちょっと風の音もしかしたらすごいかもしれないですけど、綺麗な海です、ね、ちょっと小雨降ってますけどね、それでもこのね海の綺麗さはやっぱたまらんですね。しかもこんな、うわこんな綺麗な海なのに誰も人がいないっていう。おーすげえ。町内陸部の県道84号沿いに昭和の渋いドライブインがあるというので訪問してみよう。見通しの悪い場所にあるので一度通り過ぎてしまった。 U ターンして戻ろう。そこには渋すぎる昭和のドライブインがあったが残念なことに悲劇が待ち受けていた。7月から12月まで休みますと張り紙がしてあった。訪問した日は7月5日なのでつい数日前までは営業していたようだ。泉そばやうなぎをいただきたかった。消えかかった赤い文字でかろうじてドライブインと書いてあるのを読み取ることができた。今回は残念だけど次に沖縄に来た時は必ずここでいただきたいところだ。
県道84号を走っているとドライブインのようなものがいくつかあるのが確認できた。ハブとマングースショーの看板が非常に気になるところだ。ここは憩いの駅泉という施設のようだ。道の駅ではないが、そういうものを目指しているのかもしれない。同じ水沿いにはドライブインのような飲食店がそれなりに多く存在した。ドライブインっぽいお店があったけど、残念ながら準備中だった。沖縄フルーツランドという看板が見えたので、ちょっと立ち寄ってみよう。観光客向けのフルーツのテーマパークのようだ。レストランが併設されていて、少しお腹も空いていたので、これ食べようかとも思ったのだが、ネットで調べてみたら、完全に観光客向けで、少々お値段も高いようなので、パスすることにした。しばらく走っていくと、ちょっと渋いお店があったので、様子を伺ってみよう。いろいろと手作り感の強い沖縄そばのお店のようだ。残念ながらこちらも定休日。ついてない時はとことんついてないな。お次は昭和っぽいお店ではないけど、100円そばというのぼりが見えたので、ちょっと気になって訪問してみることにした。沖縄そばのお店というよりかは、なんだかカフェみたいな雰囲気だ。ちょっとしたテラス席はあるものの、お持ち帰り専門店のようだ。今泣き神城の近くに来てます。ドライブインとかもね、いくつか回ってたんですけど、ことごとく定休日とか休業に当たってしまって振られてしまいまして、で、100円そばの、100円そばののぼりが見えたんで買ってきました。で、お店入ったらもうこの状態で置いてあるんですよ。で、これに自分でお湯を入れて、それで、テイクアウトしてくるという、そういうスタイルですね。で、まぁ、ちょっと紅生姜とか いっぱい入れちゃったんですけど、まぁ、こんな、沖縄そばですね。そして、スパムかな、これ。あと、まぁ、卵が入ってます。辛い油を、ラー油みたいな、なんつうんだろう、こっちの、名前であったと思うんですけど、沖縄の方の調味料、それを入れたんですけど、ドバッて入ってしまって、かなり入れすぎ状態です。いただきます。うん。入れすぎたのが辛いです、はっきり言って。まあ、そこは僕の責任なんですけど。なんかこれ100円でもありがたいね、これはね。うん。カップラーメン食べるんだったら全然こっちの方がいいですね。卵もしっかりとしたの入ってます。そしてスパム。キリンの甘さを抑えたスポーツドリンク、これ初めて見たんですけど、東京じゃ売ってないですかね。でも販売者を見ると東京都のキリンビバレッジなんで、沖縄限定ってこともないと思うんだけど、 CGC グループっていうのもしかしたら沖縄関係あるのかな。後で調べておきます。で、これ辛いやつ、これ食べない方がいいの。
だ、島唐辛子かな。いや、すごい。スープが紅生姜で真っ赤ですけどね、いい感じで辛い。夏は汗かくんでね、塩分はちゃんと取っておきましょうね。暑い。ごちそうさまでした。はい、この動画が良かったと思った方は、高評価、コメント、チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。昭和スポット研究所コッシーでした。